細川政権は、明王2年から天文18年まで存在した、日本の戦国時代における武家政権である。この時期に、足利将軍の権威は弱体化していた室町幕府で、細川思想家の慶長や当主が官僚を独占して、実権を握っており、足利将軍を衰退しつつも、実質的に政権を担った。細川慶長やによる先生であることから、 慶長先生とも呼称される。足利義材、応仁の乱の最中細川氏、本家慶長や当主で、室町幕府官僚として大きな力を持っていた、細川勝元が死去し、このことを受けて、着難の正元が後を継いだ。とはいえ、正元は、まだ7歳であり、実際には後見である、細川政国が主催し、 うちの中から選ばれた、協情衆による合議によって方針が定められた。うちとは、細川慶長や直属の家臣のことで、室町幕府の武行衆を模した行政官的な役割を果たす人々であった。応仁の乱によって、事業の経営が危なくなったばし、畠山氏などの有力大名は、京都を離れて両国に帰還したが、細川慶長やの両国は、摂津、丹波、 土佐と土佐を例外とすればいずれも京都周辺であり、細川市文家、諸流の両国も泉、備中、佐抜阿波と比較的京都に近い国が多かった。そのため、京長や以下の当主は京都にいたまま、内市を守護大や大官として派遣することで現地の統制を行うことが可能であり、常に幕府の運営に直に関与できる強みを有した。反面、 京都の情勢の影響を常に強く受け続けることになった。政元は、長京三年に旧大将軍、足利義直が沈没して、将軍軽視問題が起こると、次期大将軍に義直のいとこの天竜、寺光原陰樹清明を推していたが、義直の叔父足利義美や、元官霊、畠山正長との清掃に敗れて、義美の子で義直の重邸である。 義材が十大将軍に擁立された。遠徳三年一月に、吉見が死去すると、幕政は畠山正長によって独占されることとなった。明王二年二月、正長は、河地平定のため、将軍義材を要した幕府軍を率いて、畠山義豊を攻めた。そしてこの遠征中に、京都の留守を任されていた、細川正元は十分な根回しの元日の富子。 伊勢貞宗と結託して、クーデターを結行する。4月に、清明を京都にある自邸に招き入れ、実質的に11大将軍、足利義高として擁立したのである。一方、河内にあった幕府軍は、京都の政変を知ると動揺して離反が、相次ぎ、義財の方向衆も、富子と貞宗の勧告で多くが義材を見捨てき京、正本は、 討伐軍を送り義罪は、丹波守護大の上原元秀に捕獲されて、京都領安寺に遊兵され、畑山正長は自害した。こうして正元は将軍を区別として擁立することで、細川政権を成立させたのである。この政権は、細川慶長や当主の官位、右京大部の東名から、慶長先生とも呼ばれる。細川正元しかし、正元の誤算は、 義財に逃亡されたことにあった。正元は将軍殺しの汚名を嫌い、義財を小戸島あたりに流罪にしようと考えていったのだが、義財は畑山正長の配下だった越中四五代の神母、長生による手引きで京都を脱出してしまったのである。このため、明王八年には義財にこうした正長の小久信ら諸大名の攻撃を受けるが、正元はこれを破り、義財は 壮王の大内義雄のもとに逃亡した。それまで三官令として、細川氏と競り合ってきた畠山氏、柴氏の力は弱体化され、細川正元が官僚職を独占して、幕府の実権を握り、比叡山に延暦寺を焼き討ちするなど各地で、反抗勢力を攻めたり、細川氏の悲観としたりして、勢力拡大を図り、慶長先生を打ち立て細川氏の前世紀を築く。 こととなった。一方、将軍義高を擁立して、派遣を掌握した正元にも問題は起こった。正元は、明王の政変において活躍した、上原元秀の能力を評価して徴用したが、それが、表情集を構成する他の内主からの反感を買って、元秀は殺害されてしまう。さらに山城市五色の地位をめぐって、 文家の阿波守護家の細川義春と幕府満所執事伊勢定陸が争った際に、政本が幕府内に大きな権力を持つ、定陸に妥協して、定陸を新しい守護にしたところ、定陸は細川市の悲観が多く加わっている、山城国一家を弾圧して、解散に追い込み、さらに義春は阿波に帰国して、家臣の身をしこれながら国人を起用して、 厳中地主に対抗させるなどの反抗的な態度を示すようにもなった。上杉本落中落外図屏風、細川殿正元は原服前から主験道に凝っており、その後、主験道の修行に出かけて行ってしまい、政務を家臣任せにしていることもある。幸いにして、正元には、安富元家や薬師寺元長といった優秀な家臣団が存在していたこと。 政元自身も、分岐元年に定めた内種の統制と合議に関する、式場を制定していたことから、特に政務が乱れることはなかった。しかしこのような政元の気候や、後日の要旨問題で家臣の一部が反発し、栄昇元年には、摂津守護大の薬師寺源一と、赤沢友常による反乱が起こるなどして、これは政元が鎮圧したが次第に、 細川市内部に不穏な動きが起こり始める。正本は女性を側に近づけず再退もしなかったので、実施がいなかった。正本には、弟もおらず、家督を継がせられるような老い合いとこも慶長屋にはいなかったため、養子として、関白、九条正本の抜手である、細川澄之を迎えたが、やがて、細川市所流や内種などが、細川市と地のつながらない養子に、 将来、細川宗家家督が譲られることに反発したため、文家の阿波守護家から細川茂之の孫、細川澄本を二人目の養子に迎えた。なお、前述の三好これ長も澄本につけられて上落し、正元に仕えることになる。さらに後には同じく文家の八州家から細川高国も養子に迎えるなど、三人の養子を迎えたことがかえって、 家督争いを引き起こす結果となった。なお、前述の反乱を起こした薬師寺源一は、住本の養子入りにおいて主導的な役割を果たしたとされているが、これは、結果的には、住本の排除には至らず、かえって、阿波細川家の離反を恐れる内衆による、住本養立の動きを強めることになる。栄昇三年、政元はらなる自らの勢力拡大を目指して、河内、 山と丹後など諸国に軍を派遣した。この遠征は翌年になっても続いたため、政元の身辺には軍がいないという事態が続いた。そして、栄正4年6月23日、政元は住行きを押す薬師寺長田だ、香西元ながらによって暗殺されてしまったのである。細川住本政元暗殺後の6月24日、長田だと元長は、 細川澄本の暗殺も図ったが、澄本の家臣、三好これ長の手引きによって、大海に脱出した。こうして長田だと元長は住行を擁立したのである。しかし大海に逃れた、澄本、これながらは、大海の国人衆と他の細川一族を味方につけ、8月1日には、京都に侵攻する。この戦いで、清野は、敗れ、誘発権で自害した。長田だ、 元ながらも自害し、清の政権は、わずか四十日で崩壊した。住ゆを自害に追い込んだ住元は、細川慶長屋の家徳を継いだ。ところが、このような内紛が相王に逃れていた、足利義委員と大内義雄のもとに知らされると、義雄は、九州、中国の諸大名を動員して、上落を開始したのである。住元は高国に命じて義とはしようとしたが、 高国はその意に反し、吉沖と通じて寝返った。このため、和睦交渉は決裂する。英正5年4月、西から吉沖が率いる軍、東から高国が率いる伊賀などの軍勢に攻められた、住本は、京都を放棄して、大江に逃亡した。この時、住本に擁立されていた、足利義住も大江に逃亡した。このため、再び議員が、将軍に復帰し、 高国は慶長屋の家督を継いで完了、吉岡は官僚代となって、今度は高国、吉岡の連立による、海来政権が成立したのである。細川高国英正六年、京都奪還を目指す住本、これながらは京都に進攻するが敗退する。このため、英正七年には逆に高国、吉岡による大見侵攻が行われたが、住本は、 大見国人衆の支持を得て、これを破るなど、一心一体の攻防が続けられた。英正8年、住本は、細川政権赤松吉村らを味方につけた大軍を率いて、京都に進行し、各地で高国、吉沖連合軍を破った。ところが後ろ盾であった大見守護の六角高頼が、高国方に寝返り、さらに8月14日に、住本が用していた。 足利義澄が病死してしまう。このためもあって、8月24日に行われた、決戦である、船岡山合戦で住本は、大敗を喫して、細川政権は戦死し、住本は、摂津に敗走した。将軍、足利義種を擁する高国と義沖の、連立政権はしばらく続いたが、永賞15年8月2日、大内義時は、諏訪に帰国したため、 高国による単独政権となる。ところが反抗の機会を伺っていた、住本らは、英章16年10月に、摂津に侵攻した。この侵攻を、高国は防ぎきれず、英章17年1月になると、山城で土一揆が起こるなどしてついに大海に逃亡する。この時、高国と不仲だった吉種は、高国と行動を共にせず、住本の庇護を受けた。 しかし5月になると、大海に逃れた高国は大軍を率いて、京都に侵攻し、住本は、摂津に敗走し、三好これながは捕らえられて処刑された。そして6月10日、住本も、最終的に逃亡した阿波小隋城で病死した。住本の死で敵対者がいなくなった高国であるが、もともと実力者である、大内義之の力を背景にした政権であった。 ことからその政権基盤は、脆弱なものであり、吉岡が帰国した後の高国は、強権政治をしきこれを維持せざるを得なかった。後進の河原林正よりや、理想民部進村を粛清したのをはじめとして、大英元年には対立していた、将軍、足利義種を追放して、吉住の子、足利義春を新たに、第十二代将軍に擁立するなど、まさに、今は、 心にかかることもなく、医療実月に増長であった。大英5年4月、高国は、この地規国に家督を譲って隠居するが、地規国は12月に創生してしまい、やむなく、家督を再相続した。細川高国の最後の地となった広野理事、大英6年、またいとこにあたる丹波の守護、細川院権の残言を信じた高国は、重心の高材元森を中殺してしまった。 これにより、元森の兄弟である、旗の元清や柳本賢治らは、細川六郎や三好元長と通じて、高国に反乱を起こした。これに対して高国は、旗の討伐を実行したが、内藤国定らの反抗もあって失敗する。大英七年二月には、桂川原の戦いで、旗の三好軍らに高国は、敗れて、将軍、足利義晴を要して、大江に逃亡した。 六郎たちは、吉春の兄弟にあたる足利義綱を擁立、仮政権、堺幕府を樹立した。協六三年五月、高国に代わって、京都で県政を振るっていた、柳本賢治が、家臣の中村助三郎によって暗殺された。これを機に高国は再び、京都復帰を果たしたが、協六四年三月には、摂津中島の戦いにおいて、三好元長に敗れ、 6月4日の天皇寺の戦いでも元長に敗れて捕らえられ、6月8日に自陣に追い込まれた。こうして、高国政権は崩壊したのである。細川春元高国の死後、三好元長に要されて、細川慶長屋の家徳を継いだのは、住本のこの細川春元である。しかし、協力五年に、三好政長、貴沢長政や茨城長隆の残言を受けて、本願寺、 第十世商業を通じて、一向一揆を動かし、一揆軍に対する敗戦責任を口実として、元町を中殺し、境幕府と決別した。一向一揆の暴走には、北景揆、六角貞よの力を借りて戦い、天文五年には僕、京都で勢力を伸ばした。北景揆は、貞よと、比泳山に延暦寺に組みして鎮圧、京都の安定を確保して、将軍、 義春とは僕、義春を区別とした官僚春元による爆政が行われた。だが、三十年に及んだ両細川の内紛によって、細川氏一門及びその両国が二分されただけではなく、細川慶長屋を支えていた内主の多くが撃たれたり、追放されたりして、姿を消し、細川政権はその政治的、軍事的基盤を失うことになった。さらに、 細川氏の死後や内種によって、抑圧の対象となっていた国人が、内紛の混乱に乗じて在地において力を伸ばす、ことで、在京生活が多く、在地における基盤を固めきれなかった内種は没落し、あるいはその動きに対抗するために在地に戻って、自らも黒人領主化していった。こうした事態に対応するために、細川政権は体制の立て直しに迫られた。 一つは、外部勢力の支援を受けて、支持基盤を強化する方法である。もう一つは、三好市や茨城市といった本来内主には加えられて、いなかった有力黒人を政権に取り込んでいく方法である。細川高国が大内義雄と結んだのは、前者の戦略によるもので、細川春元が慶長屋にとってはとざまである。 三好元長、長慶府氏や茨城長鷹を守護代に抜的にしたのは、後者の戦略によるものであった。高くに、春元を通じて、細川氏の守護としての両国は解体され、内主は完全に姿を消すことになる。この時点で、細川政権の前提となる細川氏一族の同族連合と内守の合議制に基づく意思決定が放棄されたのである。三好長慶天文2年。 かつての高国陣営は、高国の実弟である、細川春国を要して、挙兵をした。しかし、晴国は本来は高国に代わってその実家である、安州家を継ぐ存在であり、慶長屋の後継者として、天宮家から高国の養子に迎えられ、かつ年長でもあった、細川実綱を支持する勢力からは、協力を得られず、3年後に晴国が廃止したことで、一旦は、 春元の体制は安定化した。天文十一年に今度は、細川氏綱が挙兵したことにより、再び、細川家の内紛が再燃した。この時、元長の子、三好長慶が春元の家臣として、頭角を表し、春元は氏綱を圧倒する。しかし、天文十七年、長慶が、 宇治ツ川側に寝返ったため、一転して晴元側が不利となり、天文18年には、江口の戦いで、長兄に敗れて、正長を討ち取られた晴元は、吉春、吉輝夫子と共に、大江に逃亡した。宇治ツナは官僚となるも、長兄の九月に過ぎず、晴元の敗北により、細川政権は終焉し、長兄による下国城によって新たに、三好政権が成立したのである。 三好政権は依然として将軍、官僚といった上位権力を要してはいたが、その意志からは自由に行動しており、細川政権とは性格が異なるものであった。その一方で、これまで三好氏の家臣と考えられていた人物の何人かが長兄につけられた氏綱の家臣であることが判明したり、丹波守護代の内藤国佐田が最後まで氏綱を支援していたりすることから、 国貞が死去する天文22年頃までは、実質権力を有しており、その後も長兄に権力を委ねつつも、摂津の旗頭としての立場を守ったとする見解も出されている。その後も春元は、政権奪還を目指して、再強を図るが、長兄に敗れて A64 年には僕せざるを得なくなった。春元は、その2年後に死去し、春元の着難、正元は、 氏綱ツと共に、三好氏の区靴となる。織田政権下でも、小元は、織田信長の妹婿に迎えられて、名目上級両国丹波の旗頭として、名脈を保った。ありがとうございます。